皆さんご機嫌いかがでしょうか。大和物語の第30弾です。今日はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは「こという漢字を崩したものです。次は「う」。これは「きょう」という漢字を崩したものです。 次は、の。これは、か。次は、見るという漢字を崩したもので、みと読みます。次は、その国のそという漢字を崩したものです。そと読みます。次は、う。次は、にという漢字を崩したもので、にと読みます。これは、の。 これは君です。次はな。これはり。そしてい。次は川という漢字を崩したもので、つと読みます。次はへ。これはき。次はほどという漢字を崩したものです。次はにという漢字を崩したものです。 二と読みます。それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。古武協の神総二の君なりいずべきほどに、古武協の神総二、宗秀のことですが、総二の君が官位の昇進するはずの時にとなります。 次はここからでです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは我という漢字を崩したものです。次はみという漢字を崩したものです。次はのこれはえ次はなです。これはりそしてい次は て、これは「ぬ」次は「こと」という漢字を崩したものです次は「と」これは「思う」という漢字を崩したものです次は「たもう」という漢字を崩したものですそして「ひ」これは遣唐使の「けん」という漢字を崩したもので「け」と読みます 次は流れるという漢字を崩したもので、ルと読みます。これは古いという漢字を崩したもので、こと読みます。次は道路の路という漢字を崩したもので、ロと読みます。これは本という漢字を崩したもので、ほと読みます。次は日。 それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。我が身の絵なり出ぬこと、と思いたまいける頃をい。自分が昇進できないとは、と思いになっていた頃、となります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。 これは、定手のいという漢字を崩したものです。次は、子供の子という漢字を崩したものです。これは、能力の脳という漢字を崩したもので、のと読みます。次は、五という漢字を崩したものです。次は、門という漢字を崩したものです。これは、にという漢字を崩したもので、にと読みます。 これはキという漢字を崩したものです。次は伊藤さんの「い」という漢字を崩したものです。これは「国という漢字を崩したものです。キーの国。次は「よ」。これは「り」。次は「石という漢字を崩したものです。 次は三随のつという漢字を崩したもので、つと読みます。これは支えるという漢字を崩したもので、きと読みます。次はた。これはる。次は見るという漢字を崩したものです。みと読みます。これはる。次はお。 これはなです。次はん。これはたてまつるという漢字を崩したものです。次はり。これはた。次はり。これは遣唐使の剣という漢字を崩したもので、けと読みます。これは 次はを。次はだいという漢字を崩したものです。次はにという漢字を崩したもので、にと読みます。次はて。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。定時の帝に、紀伊の国より、石づきたる見る。 おなん立てまつりたりけるを」を「第」にて定時の帝にキーの国から石のついた「見る」を「立てまつったことを「第」としてとなります次はここからです拡大して読んでいきましょうまずこれは「人」次は漢字を繰り返す時の踊り字です これは歌という漢字を崩したものです。次は読むという漢字を崩したものです。次は剣刀詞の剣という漢字を崩したもので、けと読みます。次はる。これはにという漢字を崩したもので、にと読みます。次はう。 これは京都の京という漢字を崩したものです次はのこれはかそして見るという漢字を崩したもので見と読みますそれではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう人々歌読みけるに右京の神 人々が歌を読んだときに、右京の神が、となります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは、置いてという漢字を崩したもので、おと読みます。次は、き。これは、さんずいのつという漢字を崩したもので、つと読みます。 これは風という漢字を崩したものです次は風これは気次は井戸の井という漢字を崩したものです和行のいつまりうと読みます次はのこれはうですこの部分はら そして、耳という漢字を崩したもので、にと読みます。次は、多いという漢字を崩したもので、たと読みます。これは、つ。さらに、なです。次は、見るという漢字を崩したもので、みと読みます。次は、の。これは、なです。そして、こ。 次は、り。これは、に。そして、さ。次は、へ。これは、や。えー、次は、わです。これは、れんという漢字を崩したもので、れと読みます。次は、はちという漢字を崩したもので、はと読みます。 これは志という漢字を崩したもので「し」と読みます次は「川」という漢字を崩したもので「つ」と読みますこれは「ま」次は「ん」それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう「沖か風」「不敬意の裏に立つ波の」 「なごりにさえや我は沈まん」「沖から風が吹いて「不けの裏」に波が立ちますけれども石のついたミルのような私はその波によってさえ波打ち際に打ち寄せられずそこに沈んだままでいるのでしょうか?」となります。 今日はここまでです。それでは皆さんまたお会いしましょう。ごきげんようさようなら。